はい、えー、今日はお金の勉強の番外編ということで、国家財政についてちょっとお話ししようかなと思います。まずは国の借金という言い方ですけども、この国の借金というのは存在しません。国は借金ができません。なぜなら国はお金を借りるんじゃなくて、お金を作るという役割があるからなんですよ。お金を作ることができるのに、誰にお金を借りるんでしょうかね。だって、お金を作れる人は他にいないんですよ。だからお金は、 借りることができませんお金を借りるとしたら自分が作ったお金をこっちに渡してその人から借りるってことになりますんでこれは全く真釈に合わないことになりますよねこれは別にあの財政論などの経済学などを学んでなくても分かることじゃないかなと思うんですよ、まあ、ですでね、で私としてはね論じるに本当足らないことだと思うんですよただ国の借金っていう言葉が誰かが作っちゃったんでしょうねそしてこれを真に受ける人がいるんですよね 何とかしないといけないですね、これをね。国の借金って存在しませんよ。国の借金という概念がないわけですから。国がお金を作るわけですからね。国が借金をするとしたら、誰に借金するんですかね。自分で作ったお金を自分で借金するんですかね。おかしな話だと思いますよ。で、あの、国債の発行についてなんですけども、まず前提として、国家運営は税金を集めてするものではないっていう、 この基本原則をね、私たちは思いに止めなければなりません。ただ残念ながら、税金を集めて、集まった税金を分配して国家運営をなされているというふうな考え方をしている人が多いのが、これまたね、困った話なんですよ。なんでそういう発想になるんですかね <laughs> 違うんですよ。だって、もともとのね、国の成り立ちを見てください。まずお金を国ってものが作りました。ね。そしたら、 まず最初に税金を集めることは不可能なんですよ。だって国がお金を作ってお金を国民に配ることによって国民の手元にお金がこう渡るわけでしょそのお金の中から国に税金っていうのを徴収されるわけですよ。これちょっとおかしくないですかだったらもともと国がお金を国民に配る前に税金の分だけを天引きして渡せばいい話なんですよ。だからね 税金が国家運営の財源になるっていう発想自体がこの世の中には存在しないんですよ。だからこれを理解できないところから話し合おうとするからおかしなことになるんで、あの、まあ、税金を集めて国を運営するんだって考えてる人は、この日本から退場していただきたいと思いますね。もう、ちんぷんかんぷんで説明するのもバカバカしいレベルです、これは。それでも説明が聞きたい方は、西田昌司チャンネルをご覧ください。<laughs> はい。それではね。 国家運営は一体何によって行われているんだってことになります。これはね、国債発行です。今年はこの国にいくらいかのお金をこうばらまいていこうっていうふうに考えていって計画するのは国債発行です。例えば、今年は五十兆円を国債発行しようかな。五十兆円を作ったよ、印刷したよ、はい、皆さんに配りますよみたいな感じです。で、皆さんへの配り方っていうのがこれがポイントなんですけども、 どうやって配ると思います国民定額一律給付金みたいな感じで10万円の束で配るのとはわけが違います、えー。例えばですね、国っていうのは地方公共団体、地方自治体に予算ってものを発行するわけなんですよで。例えば広島県とか福山市が予算ってのを立案して、今年はこんなことをするんですと。で、職員さんには給料をこれだけ払うんですと。民間にはどのぐらいの事業を 移転すすするんですっていううふな計画をしますよね、まあ、そうすると地方交付金なりその他のお金なりが国から分配さされれ支給されますでそのお金でもって国民にお金を払う県民にお金を払う市民にお金を払う職員にお金を払うで、えーまあ、公務員にお金を払うって流れができるんですね。それがまさに国が国債発行してそのお金を国民に配る仕組みなんですよ。 ね、それで配った後で税金っていうのを回収します税金が団体いろんな企業とか個人から集まって、まあ、消費税を込みますけども50兆円ぐらい集まりますよねでその50兆円これは、まあ、せっかく集まったんだから、まあ、それを国債発行と合わせて100兆円にして国民に配るという立て付けですけども正確に言うとこれも違います財政はすべて国債で賄われてるんですよねで皆さんから集めた税金っていうのは消滅するだけです 消滅すするだけなんですよ本当に私たち税金を納めるじゃないですか例えば国税が私たちからね税金をね回収に来ますよねで国税職員さんが「お金集めてきました!」って言うじゃないですかじゃあそのお金どうするんですかってことなんですけども別にどうもしませんゴミ箱に捨てるだけです <laughs> シュレッダーにかけるだけなんですよそれと同じようなことが行われてますで必要な予算っていうのはまた国債発行で国民全員に振りまいていくんですよね で、地方の箱物行政が良くないとか言われてるでしょ良くないんですかね本当に。箱物作ったら、確かに全く使われないかもしれませんけども、少なくとも、その箱物にね、詰めてる職員さんとか、その維持費とか固定資産税とかっていう形で、どん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 そこにお金が生まれて、そしてその地域経済を潤わせていくわけなんですよ。でもあまりにも必要のないものに、人員や予算を割いてもしょうがないですから、 バランスは必要です。どんなバランスかっていうと、今、国防に関するお金が足りてません。ね、軍艦も足りてないし、兵隊も足りてないし、自衛隊員の待遇もまだまだ悪いです。命をかけてこの国を守ってくれる人、災害が起きたら自分の家族を置き去りにしてまで、自分も被災者なのに赤の他人を救うために一生懸命働いてくださる自衛隊員さんの待遇は悪すぎます。あと、テクノロジーもあんまり入ってませんよね。原子力潜水艦や、 核ミサイルの一発ぐらいやっぱ保有しないといけないお金がかかりますまあ原子力核を保有しようと思うといろんな方を説得に回らないといけないですから当然ですけどもそこにもやっぱりね裏金が必要ですそういったお金を生み出すために防衛費の上限を撤廃して4%でも5%でも10%でも使っていかなくてはいけませんただ10%を使おうと思ってもその発想はすでに起こすくて今 GDP の 2%防衛費に使われてるとしたら GDP が500兆円そこそこしかないんですよねじゃあ内需を拡大し貿易を盛んにしてそして国債発行を進めてこの GDP を例えばね500兆円から600兆円もしくは1000兆円にしたらどうでしょうか同じ2%の防衛予算でも今の倍支給できることになるんですよ本来ならこうしないといけないんですよねでも GDP の枠が広まらないんだったら それこそ地方の箱物とか、もういらないような赤字路線とかを撤廃して、そういったものの予算を軍事費に当てなくてはいけないですね。これはね、戦争のために軍備を拡張しようっていう話じゃないんですよ。こういう話をするとね、すぐにね、戦争する機会っていうおかしな人がいるんですけども、違うんですよ。防衛のためなんですよね。防衛しなければ、大変なことになります。言ってみれば、家に鍵をかけるのと同じレベルです、これは。家にも鍵をかけるんですよ。 お家の家の鍵が壊れていたり合鍵が他の人に作られていたり要するにスパイですよね簡単に壊れるものだったらどうします2つ目の鍵をつけたり3つ目の鍵をつけたりもしかしたら玄関の鍵の他に門ンピを作って門ンピにも鍵をかけるかもしれないですねシャッターにするかもしれませんよね防犯カメラつけるかもしれないですよねお金かかるでしょアルソックやセコムにお願いしてガードマンと契約するとなるともっとお金がかかりますよね これを国レベルでやらないといけないっていうことなんですよ。現在、我が国、私たちの国の防衛レベルっていうのは、玄関に南京錠をかけてるレベルです。ですから、バールでこじ開けられちゃうんですよ。尖閣諸島なんてそんな感じですよ。こじ開けられてるんですよ。パキンと開けたら、あとは入ってこられるだけです。当然ですけども、家の中にいる私たちに格闘技の経験はないわけですよ。ね。そうなると、私たちは、 どうぞ持ってっっててててくださいって言ってるのと同じ状態ですそれよりも防衛費を高めることによってそれを近隣諸国に日本も警戒しだしたなとお鍵が2つ目3つ目がついてきたな番犬を買い出したな監視カメラがついてるなっていうふうに思わせることによって抑止になるわけですよそういうふうなために予算を割かなければならないと思いますしその予算を割くために全く必要のないところにある例えばねグリンピアかなんか分かんないですよ そういったものよりもこっちにお金を持っていきましょうっていうのは全然いいと思います。ただ、グリーンピアも継続したい。そこには働いてる職員さんもいるし、地域を潤わしてるんだ。赤字でもあった方がいいんだという路線。そういうのを維持したいんだったら、GDP を拡張するか、国債発行、発行をね、もっともっと強めていくか、あそれともですね、防衛費の上限2%を撤廃して10%まで OK にするとか、するしかないでしょうね。まあそんな風にして私は考えてますけども、いかがでしょうか。 だからね、今回、何 ?1 日しか働いてないのに100万円いいじゃないですか。その100万円を、その辺で使ってくれれば全く問題ないです。個人的な懐に入れたり、預金にするから意味がないんですよ。うん。だから全然100万円の文書交通費使ってもらえばいいんじゃないですか。それも国債発行の一環ですからね。だから国会議員の方は、100万円がね、日割りにするとかなんとかっていう変な話するんじゃなくて、100万じゃない。倍出せ。10倍出せっていうふうな話にして、ただし文書交通費、 もらったやつは、翌月までには必ず全部使い切りますと。民間で使いますと。いうふうにすればいいんじゃないですか寄付なんてとんでもないですよ。寄付した先で、もしかしたらスパイ活動に使われてるかもしれないでしょ寄付した先で、どっかね、外国に流れてるかもしれないでしょだからそうならないように、民間できっちり使うとかね。すればいいんじゃないですかまあ私はそう思いますけどね。以上でございます。